ウジェーヌ・バレストないしバレートは、19世紀パリのジャーナリスト、作家。20歳の時に刊行した人民の伝記で文筆活動を開始した。これは人民総書の一冊として刊行されたものであったが、その中でもよく売れ、唯一4版を数えた。1836年にはトロワで刊行されていたジュルナルド・ローブ紙の編集者として4ヶ月間文芸名を担当し、同じ年にはオーブ県の偉人伝を出版した。その後パリに戻り、いくつかの媒体に寄稿を行った。その後も2月革命の際にいち早くラ・レピブリック紙を創刊するなど、ジャーナリストとしての活動を続けた。ノストラダムスのタイトルページ他方でバレストは予言に傾倒していたことで知られ、1840年にはノストラダムス予言書時代の終焉の2冊を上梓した。前者にはノストラダムス100詩編集の原文が収録されている。このうち100詩編第4巻53番までは1555年初版の原文が転記されていたので、1980年代に初版が再発見されるまでは、稀な原文として引用されることがしばしばあった。なお、後者は、ノストラダムスのほか、聖マラキ、ピエール・チュレル、リシャール・ルーサ、オリバリウスの予言と、オルバルの予言などを扱ったものである。また、同じ頃、ノストラダムスの著者による、1841年向けの、挿絵入りの有用な予言歴を刊行した。この歴書は多彩な話題を扱った読み物として成功を収めた。そのため、翌年以降も毎年刊行され続け、バレストの死後も少なくとも1902年まで刊行が続けられた。なお、彼は同時代人からバレスタダムスなどとあだ名されたこともあったという。ありがとうございます。